今回ですけれども京都でとんかつを食べに来ましたお店なんですけれども四条烏丸の水な室町という施設の中に入っていまして1階にありましたとんかつのお店の名前が京都かつりきというとんかつのお店になりますこの場所に来るのは観光してからその後にバスで来たんですけれども バス停がすぐこの水菜室町の目の前に停まりまして、すごく便利が良かったです。市場烏丸駅で確か降りたんですけれども、そこで降りると目の前になるという感じです。で、そのまま1階なので、このような雰囲気のところ、ちょっと今写真になっていますけれども、こういうところを歩いていって中に入るという具合でした。で、中には本屋さんだったり、他の飲食店などいろいろありまして、で、ちょっと変わったスーパーみたいなところもありましたので、 手元の野菜とかフルーツとか、えー、お土産なんか買いたいなっていう時にそういうのにもちょうど良さそうなスーパーがありましたのでそういうのもいいなと思いましたお店の目の前の雰囲気がこういう具合になりましてでメニューなんですけどもとんかつの他にも結構いろいろあるようでお店の前にこのような感じで紹介されていますので、えー、お店入る前に軽くチェックしてから入ると注文する時に便利だと思います メニューですけれどもお店の前にもありましたが中に入って席に着いてからもメニューありましたのでゆっくりチェックしたいなという時にはもう一度中でじっくりですね見てから注文するといいと思います店内の雰囲気ですけれどもこのような感じです清潔感もありおしゃれですごくいい空間でしたソースなどはこのような感じで置いてるんですけれどもいくつか種類がありましたので後で動画の中で紹介します 今回注文したメニューですけれども、エビフライも、トンカツも食べたいなということで、ロースカツとエビフライ定食1750円のセットにしました。このような具合で、エビもすごく大きいですし、トンカツの厚さもしっかりとあって、すごく美味しそうな見た目だということがわかると思います。それに加えて、味噌汁と、 えー、味噌汁は赤だしの味噌汁っていう感じでしたであと漬物とご飯キャベツという感じでついていますタルタルソースもついていましてエビ用にタルタルソースがついていましたからしなんですけれどもソースなど置いてるところそこに、えー、小さい袋タイプのからしが置いてありましたのでそれを好きな分量だけ取ってこう絞ってでつけて食べるという感じのスタイルになっていました ここ京都勝力のとんかつの食べ方なんですけれども美味しいおすすめの食べ方がありましてまず右から2切れ目その部分を何もつけずにそのまま食べてくださいということですえ豚の美味しさをしっかりと味わって風味などジューシーさそういうのを味わいながらそして衣のサクサク感を楽しんで食べるといいようですで次なんですけれども中央付近のお肉をこうちょっとひっくり返して 塩があったんですけども、えー、とヒマラヤ岩塩みたいなちょっとピンクがかった塩だと思いましたけれどもその塩がありましたのでそれを好きな分量こう見るがありましたのでそれでかけてですねお肉にかけて味わうという感じで食べていきます塩だけで食べることでお肉本来の甘みやうまみを味わって、えー、食べれるという具合になっているということです 一番最後なんですけれども、あとは濃いめのソースなどになってきますのでお好みで泡醤油、中濃ソソーース、ス、辛口ソースこの3種類あるんですけれども順番も泡醤油そして次に中濃ソース辛口ソースという順番で濃いめの味になっていきますのでこの順番で食べるとより味がですね分かりやすくて美味しく食べれるということだったのでこういう具合で食べていくといいと思います。 で今回私は食べた時この手順で大体の手順通りに食べてみましたやっぱり最初の一口目特にサクサク食感が良くてで脂身もロースなので程よくありますし肉の部分は肉でこうしっかりとした赤身の美味しさあるという具合ですごく美味しかったです食感もすごく柔らかいですし、えー、外の衣なんですけれどもここのかつ力のとんカツの場合は 粗め,のとあの粗めの衣と細かい衣この2つのうちの1つ選べるんですけれども粗めの方のザクザク食感が出るようなこちらのタイプを私の場合は選びました揚げ具合もですねちょうど良くてすごくおいしくて気に入りましたとんかつといえばやっぱり塩だけで食べるというよりもソースをつけてご飯と一緒にガッツリいきたいなというのが多いと思いますけれども塩は塩でこうとんかつの美味しさ よく味わえますので肉の風味とか味感じられてすごく美味しかったなと思いますでビールなんかと一緒に食べると結構ですねちょうどいいんじゃないかなと塩味だとそういう具合で思いましたただご飯と一緒にガンガン行きたいなっていう場合だと塩だとちょっとですねご飯の進み具合物足りないなーって感じあるので個人的にはソースの方がご飯がっつり行きたい時にはぴったりだなと思います そしてエビフライなんですけれどもやっぱりエビフライ時間を置いてくるとだんだんですね、えー、熱々の状態から熱が落ちてくると身がプリッとした感じなくなってしまいますしだんだんと水分抜けてくると思いますのでできるだけエビフライは先に食べるようにしましたエビフライの揚げ具合ですけれどもうーん全体的にコーヒーの通っていてうんギリギリプリッとした感じのそういう感じの揚げ具合でした 中が少し半生というかあの水分が結構残ってほろっとした柔らかい状態というよりも若干それよりも少し火が通っていて食感がしっかりあるタイプのエビフライの揚げ方だなと思いました個人的にはもう少し火の通りが穏やかで水分あって柔らかい感じのそういう方が好きなんですけれども今回のこのエビフライ 大きくてですね、あのエビの身がたっぷりありましたのでその辺はやっぱりですねしっかりとした食べ応えがあって美味しくて良かったですそしてタルタルソースなんですけれどもこういう小鉢にあって見て分かるように結構たっぷりありましたのでこのタルタルソースをがっつりエビフライにかけて食べることができたのでその辺もすごく良かったですね タルタルソースはエビフライにつけてもちろん食べたんですけれどもとんかつにつけて食べるとどうかなというふうに思って軽くかけて食べてみたんですがまあやっぱりソースの方がよく合いますけれどもこれはこれでまたとんかつとタルタルソースっていうのもいいんじゃないかなとちょっと食べるのに味変で違う味をちょっとずつ食べるのに楽しめてすごくいいなと思いました。 もしエビフライとセットで頼む方がいましたらこのとんかつタルタルソースという組み合わせいいと思います軽くですねソースタルタルソースに辛口ソースなんかちょっとだけかけて食べるとまたピリッとした感じがありますのでそういう感じの方がよりご飯にぴったりで美味しいかもしれませんあとご飯なんですけれども先ほどちょっと最初の方で出てきたかと思いますけれども 結構ですね、この艶があってプリッとした感じですごく美味しい炊き具合で良かったです。このお米なんですけれども、京都府産の厳選コシヒカリということになっていました。このご飯については確かですね、店員さんも京都産のお米で美味しいのでおすすめですっていうような感じで確か言ってたと思います。今日のお米老舗である八代目義平米っていうんですかね、そこの厳選したお米をこう、チョイスしているようです。 ご飯とキャベツに関してはおかわりが自由になっていましたので味噌汁もおかわり自由ですねご飯キャベツ味噌汁おかわり自由となっていましたのでおかわり好きな時に注文するといいと思います私はご飯ですね、えー、1回目注文してもう1回ぐらい食べましたとんかつの豚肉なんですけれども京都ポークということで京都府独自の銘柄の豚ということです で緑豊かな京都丹波の自然の中で育てていて豚の品質飼育方法出荷先まで管理された京都府産の自慢の豚肉ということで書いてありましたソースに関しては大正7年京都祇園で生まれたおじかソースと共同開発した京都ポークに合う2種類のソースがあるということです 実際にあのソース2種類あったんですけども特製ソースとんかつ用の特製ソースあと辛口ソースということで、えー、特製ソースの方はある程度甘みの効いたとんかつによく合う感じでご飯がすごく進むタイプのソースだなという印象がありますでそれに加えて辛口ソースの方は確かにですねあのピリッと辛い感じありましてこちらの方が若干味が濃いめかなという具合があります ご飯にも合いますしビールなんかと一緒に食べてもいいなという印象でした個人的には特製ソースの方でこうガンガンご飯食べながら食べる方が、うん、白いご飯にはよく合うなという感じがしましたので、えー、食べるときは特製ソースの方をメインにして食べました最後に泡醤油になるんですけれども明治3年京都府亀岡生まれの竹岡酒造竹岡醤油 の醤油を使っていいるということですこちらは天然本格醸造醤油等の製造で知られている蔵元の醤油だということです。で泡醤油はあの本当にふんわり泡々泡泡とした感じで出てきますのできれいにですねこうとんかつにかけやすくなっています。ですので口に入れた時にとんかつをこう醤油の泡が くるむような感じでで食べれますので口の中に一気にふわっと醤油のいい香りが広がりますでとんかつその後にとんかつのこのお肉の美味しさが出てくるという感じでこれも珍しくてすごくいいなと思いました醤油系統でお肉食べたいなという方にはすごくぴったりだと思います、まあ、この醤油かける場合はご飯で ガンガン行くというよりもなんか日本酒とかそういう感じのものと合わせるとより美味しく食べれるんじゃないかなというのが印象的まあ個人的な印象でしたはいこのような感じで今回京都のとんかつかつ力行ってみましてここのとんかつがすごく美味しそうで気になっていたのでどんな感じかなと思って行ってみましてすごく美味しかったので良かったです で、この先ほど言いました、水菜室町なんですけれども、その他にもお店、レストランいくつかあったと思いますけれども、餃子とか、えー、ちょっといっぱいやるのに良さそうなお店だったり、あとお寿司屋さんなんかもありますので、こう1店舗だけではなく、もし旅行など行く場合には2店舗ぐらいですね、ちょっと抑えながら行ってみるのもいいのかなと思います。ビールと餃子、そしてとんかつ食べるとか、あとお寿司でちょっと食べてから、 ビールいっぱい飲むのにとんかつだったり餃子だったりとかそういう感じでもできると思いますのでどうでしょうか最後にですけれどもこのとんかつかつ力のお米だったりソースだったり泡醤油パン粉の選び方などですねこちらの方に書いてますので気になりましたらじっくりチェックしてみてくださいお米に関してはこのような風に書いてありますこのコシヒカリ すすすすごく美味しかったのでおすすめでおめあとはとんかつの食べ方の手順ですけれどもこのような感じで置いてありますのでここを見ながら食べるといいと思いますはいこことんかつ活力だと地下鉄だったりバスだったりアクセスとても良くなってますので京都に行った時に美味しいとんかつ食べたい時にぜひチェックしてみてください